今回紹介するのは沖縄市で初の開催となった今日の日本野球界の礎を築いた伝統の早慶戦。これに基づき現役 OB 混成チームで行われるオール早慶野球戦。早慶戦の歴史は古く明治時代まで遡る。この対決はグラウンドで戦う選手はもちろん、両校の応援団による応援合戦まで息つく暇もないくらい随所まで見逃せない。このオール早慶野球戦沖縄大会を実行委員として力を注いだメンバーに開催への道のりと思いを尋ねた。実はですね、2年ほど前から僕の父親が早稲田で、上田副市長が慶応ということで、いつかは早慶戦やりたいねという話を、冗談半分で話してたんですよ。で、今年の2月のオフキャンプの時に、たまたま慶応義塾が沖縄でオフキャンプすると、キャンプをするっていうことになったら、もう即座に上田副市長と私が、崖谷監督をお招きして、沖縄は県内で早慶戦できないかという相談をしました。そしたら慶応の大久保監督がですね、もう一つ返事でやろうと、やってやろうと。調整といったらやっぱり早稲田大学、慶応義塾大学、また沖縄市の方も講演という形で入っております。で、事務局はライズさんということで、いろんな方々のその調整、一つにさせるっていうのは本当に大変だと思います。慶応側は上田副市長が担当、そして早稲田大学は中本工業の中本豊さんが代表という形で、この方たちがいなかったらやっぱり達成できなかったと思います。この場を借りてね、お礼言いたいと思います。ありがとうございます。沖縄の場合はプロ野球のキャンプを盛んにやってますから、野球ファン、野球好きの方が非常に多いわけですから、それとやはり早慶の OB のメンバーもね、大変心待ちにしてたんですよ。心から関係者の皆さんに感謝をしたいと思っております。今回応援のメンバーっていうのがね、来るわけですからね、応援団で、ね、そういう学生野球の神宮の雰囲気をね、ここでその少しでもやっぱり味わっていただきたいなと思っております。いずれにしても若い子どもたちにとっては一つの刺激になるでしょうし、それが以上に健全なスポーツの発展にね、つながればなおいいと思います。で、なおこの小沢の球場っていうのは、これは昔からね、広島カープのね、ずっと長い間歴史がありますからね、その意味ではこの地で行われるということにも大変私は深い意味があると思っていますね。いずれにしろ大変期待をしております。早稲田慶応のオリジナルの曲、もう全く聴いたことない、私たちにとって曲を、しかも門外不出 で1回しか演奏できないのを、この子たちが演奏させてもらうってことは、とても本当に名誉なことだなと思って、もう何回も言い聞かせました。チームも今2つに分かれてやってはいるんですけど、その中でどうにか応援でサポートしていこうかというところを生徒たち自身が結構考えて、で、自分たちで練習してっていうことを見られているので、その辺がとても嬉しく思います。そして日本の野球の先駆けであるこの早慶戦を生で見れるというのが一番いいですね。で、またこういう応援というのが沖縄にない応援なので、応援団も来てもらってですね、そういったことが学べたらいいなと思います。その神宮の早慶戦を少しでも肌で感じてもらうたらっていうことで、スタンドの雰囲気って言いますかね、それが早慶戦の特徴ですのでね、ですから幾分やっぱそういう雰囲気を感じてもらえたんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい。
多くの子どもたち、高校生、中学生、小学生、来てくれたと非常に嬉しく思ってますし、ボランティアで参加してくれている子たちもいますので、そういったところに対して、面白い試合やるや応援合戦も含めて、この雰囲気を味わってもらえるというのは非常に嬉しく思います。いや本当に嬉しかったのが、僕は慶応の OB ですので、はい、慶応側の応援を、よくしっくり見てたんですけれども、高校生が若き地をですね、慶応の若き地という歌をもう覚えてしまっていると、うん、この短時間で、それに非常に嬉しくなってですね、当然早稲田の方もおそらく応援歌いろいろあると思うんですけども、高校生覚え始めていると思うんです。こういったところで、早稲田あるいは慶応というものが、子供たちに少しでもその進路選択とかを一緒になってくれると非常に嬉しいなと思いますし、おそらくもうそれぞれ慶応の側で応援した子、早稲田の側で応援した子、絶対こうファンになっていると思いますから、そういったものも含めてですね、子どもたちに大きな影響を与えることができているんじゃないかなと思います。結構早稲田の慶応も沖縄キャンプ張ってますから、早稲田が来ている、あるいは慶応が来ているということで、街の人が盛り上がってくれるということであると非常に嬉しいなと思います。その自分のあった素材というか、そういうのをこういう例えば試合見てて多分いろいろ感じてることとかあると思うんで、そこでその自分がここで野球やりたいっていう思いがあればそっちで目指してやっていくれればなっていうふうに思います。やっぱり六大学野球っていうのは慶応早稲田は本当にレベルの高いやってますので、小学生、中学生、高校生いいなっていうんですか、見本になるようなね、プレーがね、やっぱり見れるっていうことですごく良かったと思います。ライバル同士で戦う、どっちが勝つ負けっていうのが、形としてスポーツあるんですけど、やっぱり一緒にスポーツを作って、応援も含めて、選手も含めて一つの試合を作っていくっていうところに敬意も生まれるし、相手に対する自分に対するなんていうかね、誇りとかも生まれてくるんだと思いますけどね。六大学野球っていうのはすごく夢なんですよね。中でも早慶戦つけばもう日本中が憧れる、その野球大会をこの沖縄で、間近に見れるということにとってはすごく夢、実現ですよね。そして野球だけではなくて両チームの応援なんか神宮の雰囲気をそっくりそのまま持ってきて、これまた沖縄の選手にとってはすごい環境の中で試合してるんだなとリアル的に思うでしょうね。高校生もたくさん来てますけど、本当に沖縄で昔やったかなという記憶はあるけども、こうしてまた現実化されたということで関係者の方にも非常に敬意を表しますし、またこの姿を見てやはり沖縄の野球はとはちょっと違うんだなと、もともと上を目指すには全力疾走だとか、あるいはその敵地敵所で反対側に打つとか、いわゆる考える野球ですよね。いずれにしてもやっぱり六大学、全日本の大学野球の一番人気のある神宮球場、それをまた見て目指して嬉しいですね、はい。翌日、試合に出場した選手たちによる少年野球教室も開催され、参加した少年たちも選手と直接触れ合い、興奮しながらも基礎から野球を教わっていた。野球を通して、人生の勉強というかね、規律を守るとか指導者の言うことを聞く、またルールを守るっていう、いろいろなその面で勉強をしながら、社会で生かしていただければいいかなというのを趣旨としてやってます。この20チーム約100名の6年生、市内の6年生の、子どもたちが参加してくれております。早慶、両チームの選手たちから直に、選手1人に対して子どもたち1人ないし2人なんですよ。だからこれマンツーマンと同じ形で指導してもらってるんですね。こんなことも一緒ないと思います。見るだけではなく本当にその場で教えていただけるっていうことをやっぱり今日ね、体験してもらおうと思って企画いたしました。懇親会ではオール早慶野球戦を沖
沖縄市で開催するにあたり、力を注いだ多くのメンバーが一堂に会し、互いにねぎらい、称えていた。お付き合いをさせていただいて、また何かあったら呼んでいただいて、私たちも何かあったら応援させていただくという形でお付き合いさせていただければと思います、はい、選手や応援団の人の気配りを見て、自分もあんなことができるように日々意識していきたいなと思いました。見ている人みんなが本当に応援したくなるような、応援団の方々の工夫がとてもすごいと思ったので、自分もお客さんを楽しめるようなことができるように、日々勉学に励んでいきたいと思います。応援団たちの接し方やそういうところが上手だなと思ったので、これから先そういういいところを自分にも取り込めればいいと思っています。一生懸命プレーをしている人たちを見ると、自分も一生懸命応援したくなるので、これから社会で自分も一生懸命頑張って応援されるような人になれればいいと思いました。先生、はい、それではですね、先生のところの学校に入ったらどんなメリットがあるのか、はい、一つ二つ教えていただきたいと思います。熊本学園大学では今現在ラッピングバスが那覇市内を走っているんですけれども、それ以外に学費が大学1年生と2年生が無償になるというプログラムもございますので、もし彼らのようにスポーツボランティア、あるいは社会に貢献したいっていうことに興味のある学生さんがいて、高校生がいたらぜひ入学受験を検討いただければと思います。今後、今日の早慶戦を見ていただいて、一人でも多く早慶にまた東京学大学に行って活躍できる選手が沖縄県から輩出していただけたらと思って願っております。就任1年目に、目の前で、高橋監督の胴上げを2回見せつけられました。もう悔しくて悔しくて、もうそれが忘れられなくて、秋頑張ってやっとの思いで、早稲田倒して胴上げを、してもらうことができました。リーグ戦優勝ももちろんですけども、早稲田に勝つという思いが決して、失わずに、その思いを強く持って日々励んでいきますので、今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。伝統の早慶戦、どれだけの人たちが勇気をもらえたのだろう。私たちが今回感じたのは、長い歴史の中の一瞬でしかない。それでもこの場所にいた多くの人が体の底から込み上げる何かを感じたことだろう。これからもその感動を与える存在であり続けてほしい。こうして輪立ちは続いていく。